こんにちは、花竜山さん。今回、手取り14万円シリーズを、リレーをしていくわけなんですけども、そうですね、手取り14万円と、仮に手取り140万があったとして、何が違うのかなってことなんですけども、単純に手取りが多ければ、選択肢が増えるんですよね。手取り14万円の人と手取り140万円の人では、買い物一つにしても、時間の使い方一つにしても、人の誰と会うか誰と会わないかによっても、選択肢は大きく違います。 人と会うのに選択肢がいるのっていうふうに感じる方がいると思いますけどもまあ、でもね近所の人に会うのと北海道や沖縄の人に会うのとこれ確実に手取りが必要になってきますよね手取り14万だと北海道や沖縄やハワイやあそれからねニューカリドニアにいる人に会いたくても会えないっていうことがありえるんですよ少なくともその頻度は低くなると思いますつまり選択肢の問題になってくるんですよね、えー、そしてですね手取り14万っていうのは果たして その人が目指してそうなったのか、それとも仕方なくそこにいたのか、ここにも大きな分岐点があります。手取り140万なり、手取り200万っていうのは目指さなければなりません。でも手取り14万っていうのは気がついたらそうなっていたってこともあるんですよ。この人生には気がついていたらそうなっていたっていうね落とし穴が結構あるんですけども、これ必ずしも手取り14万が落とし穴にはまったというわけではないんですが、しかしですね。 やっぱり用心しなければ手取り14万に押し込められてしまうっていうこの世の中の構造があるんですよねなぜなら儲けてる人は人を安く使うから儲けれるんですよということは安く使われる方に来てしまうってことがあるんですよねそこにどんな違いがあるのかなと思いますちなみに花井怜音さんは手取り14万円で生活してみようみたいな呼びかけがしてみましたけどもね私は手取りマイナス100万でも生活できてましたんで余裕だと思いますよ、うん、ただね 手取りが14万だったり私みたいにね手取りマイナス100万だったら生きていくのにお金以外の力を使うことになりますですんでお金以外の力がもしあればですね手取り14万でもマイナス14万でも毎月マイナス100万でも生きていくことはできるんじゃないかなと思います実際私はあ2年近くですね手取りマイナス100万を生き抜いてきましたんでただ何にも変わんなかったですよね、うん、確かにね うん外食に行くチャンスっていうのは減りましたけどもうそのぐらいですかね服は一着も買わなかったですねただセルシオにガソリンは入れましたし駐車場代は払ってましたしねうんやっぱりここに来るんですよお金以外の能力を使えば収入ってのはあんまり関係なく生きていけるそういう意味で言うと花山さんちょっと言ってましたけどねテル14万の人手取りが14万の人ってのは何か別のスキルでもって生き抜いてるのかもしれませんね ただやっぱりスキルがたくさんあると自然に収入ってのは増えていくっていうこれはね世の中の原理原則資本主義の形だと思うんですねでそして冒頭で言いましたけども手取り14万は目指してそうなったのか手取り140万は目指さなければそうならないってことなんですが選択肢の問題って言いましたよねすなわちですね手取り14万になる選択肢と手取り100万200万になる選択肢とどっちを持っていたのかってことなんですよ 言うまでもなく手取り100万200万っていう選択肢を持ってる人は手取り14万っていう選択肢も持ってます。でもその逆はあるのかなと思うんですよ。仮に金持ちになりたいんだとかね、将来金持ちになりたいからその方法を教えてって、どうやったら収入を上げられるのっていうふうに手取り14万の人が聞かれた時どう答えるのか、手取り140万の人はどう答えるのか、これを考えてもなかなかね、面白い二項対立ができるんじゃないかなと思います。うん。そしてですね、 まあ、あの、問題解決をするという点において、この手取り14万ということを考えていくと、手取り14万を目指していたんだったらいいですよ。でも、測らずとも手取り14万に押し込められてしまった、落ちってしまったってことでしたら、これはですね、問題解決を、うん、見合いになったのかなっていうところもあるんですよ。人は目標設定をして、その目標をクリアするために日々の努力ってもので、そのギャップを埋めていくんですけども、手取り14万っていうのは目標設定をしたとして、 そんなにね、困難ではない達成条件だと思うんですよ。ね、でも手取り百万ってことになると、もしかしたらこれは。選択がなかなか難しいんじゃないかなとかね。手取り百万のコースってのは、うん、前人未到なんじゃないかなって感じさせることがあるかもしれません。しかしですね。私がね、見てるところ、手取り百万二百万。そんなに能力優れてるのかなと思いますよね。うん、多分ね、人間としての資質はあまり変わんないんですよ。 手取り100万だろうと手取り10万だろうって、ね、あんまり中身変わらないです逆に手取りが小さいと相対関係によってだんだん腐っていくってことはあると思いますどうせ自分はブラック労働だから安月給だからっていうふうに卑屈になっていってすでに手取り100万200万を目指さない人間ができていくってことはあり得ると思いますまあですんでね最初に高い給料をもらうっていうのは高い所得を得るっていうのは非常に大事なんですよそこから例えば手取り14万とか20万とかね そこになったとしても、自分にはポテンシャルがあることを確かめられてるんで、選択次第でいつでもね、月収100万200万に戻っていくことができます。まあでも本当に繰り返しますけども、収入が高い人がそれほど能力高いっていうふうに私は思えないんですよね。それは私自身を振り返ってもそうなんですよ。私はもともと麻雀屋の親父ですからね。麻雀屋の親父って能力高いですかね。麻雀しかしてこなかったんですよ。ね。接客レベル高いですかね。 何らかかの資格持ってますかね大したこととないと思い思マージャン店の店員っていうのはまさに計らずともそこに陥っってしまったと10代の頃から「将来マージャン店の店員になるぞ!」って人いますかねいないですよね。パイロットになりたいとかねうんなんか学者になりたいとかね先生になりたいとかね。なんかいろんなこと考えながら気が付いたら「あれマージャン屋の店員もう5年もやってるよ10年もやってるよ」みたいな感じなんですよ。 でマージャン屋から転職しようと思っても社会的信用ないですからね転職先はやっぱりマージャン屋になるんですよね要するにマージャン店の店員のループから抜け出せないはずなんですよ、うん、でそこでは何のね能力も磨かれませんし能力を磨く余剰時間も与えられないんですよ1日16時間勤務ですからねさあなんでねそんなマージャン店の親父が40過ぎて 3年で1億円以上稼いで5年で隠居することができるのか、そしてそれから楽勝人生になっていくのか、能力が高いんですかね。そんなことはないんですよ。そうではなくて、テクノロジーなんですよね。自分の能力を磨いて磨いて磨いて,磨いて、現在のテクノロジーと並ぼうとしても、これは無理ですよ、ね。テクノロジーは24時間、フル稼働で休みなし、そしてコストはむちゃくちゃ安い。人間は気力がないたり、お腹が空いたり、 予定が入ったり気が向かなかったりいろんなことで自分のパフォーマンスを落としますからだからね私の暮らし手に入れたいなと思うんだったら能力を磨くよりもテクノロジーを使った方がいいですねまあシンプルにパソコンを使えってことですよ特に YouTube を、ね、例えばこう考えてください一部上場の優秀な社員もうね中堅どころです課長かもしれないです部長かもしれない給料は月収70万80万取ってます そういうい風なね、幹部候補生のもう本当に幹部になるぞこれからもうこの会社を担っていくんだみたいなベテラン社員15年目そういった方が部下に指導しますおーい何々くんおいで1時間指導して説教しますね、よし部下を育てたぞと1人の部下を大切にしていますで今度別の部下が来ます後輩が来ます指導します一生懸命やりますで2時間ほど指導してよし じゃあ今日はそんなところで上がっていこうか一日の仕事終わります、ね。という優秀な社員が後輩を育てるという例をこれ伝統的な育て方ここにテクノロジー入れるとどうなるかってことですよ。ね。それはですね暇な人が検索してああなるほどこういうふうにしたら社員は育つのかこういうふうにやったら人はやる気になるのかこういうふうにやったら部下は後輩は問題解決できるのかってことをいっぱい勉強して知識を得ます。 ね、テクノロジーの力検索の力ですよもう本当にね世界中の情報を集約してよしっつかね頭を高めるんですよで自分は体験したことないけどもでも知識はあるよっていう状態になった時にそれを YouTube で話しますでこうやったらいいですよあやったらいいですよこういうふうな時はこういうふうにやるんですよみたいなねそんな Q&A を100問ぐらい作りますよねで YouTube ができたよーしアップロードしたぞあと放置して遊んでますどういうことになるかっていうとその YouTube を見た数千人数万人の人が いやこれためになるなぁ。誰だこの YouTube チャンネルやってる人。すごいなぁ。自分は会社にいて会社の上司や先輩から学ぶよりも YouTube で学んだ方がものすごくう出世できた。能力問題解決できるようになった。どうですかね。ね。先輩や上司っていうのはたまたま時間が空いてる時に自分に対して興味を持った時にしか指導してくれません。でも YouTube は誰かが動画をアップロードして情報や知識を詰め込んでおいてくれます。 それを自分の好きな時に検索して好きなだけ学んでですね、勝手に育って次の日出社して、お前どうしたん見違えたねえ、昨日までの何々君と違うねみたいな感じで出し抜くことができるんですよで。テクノロジーの力を使うっていうのはこういうことです。そうするとその YouTube チャンネルっていうのは人気を博して収入も上がってきて、そしてその YouTube チャンネルによって、いや、自分の会社の上司や先輩よりも役に立つ YouTube チャンネルです。ありがとうございます。何チャンネルの 解説者の方が情報発信者がなんかオンラインサロンをやるってえオンラインサロン費用が30万安いな安い俺の手取り14万だけどもそれが2ヶ月ちょっとでそれ入れるのすごいなみたいな感じになってきてもはやですね会社の方を当てにするよりも見ず知らずの人を当てにするわけなんですよ。これがだからテクノロジーの力ですよね。 テクノロジーを使うことによって自分の見ず知らずの人との信頼関係を築いて見ず知らずの人を育てることができて見ず知らずの人から入金があります。ね、私は一回も会ったことがない人から何回も何十万というお金を受け取ることができています。一回も会ったことがない方です。私に声をかけたこともない方かもしれません。でも、そっか塾に入塾したりね、その他の情報コンテンツを買っていただいて入金をしてくださるってことがあります。テクノロジーの力です。 私が優れてるわけではなくて YouTube という仕組みが優れてるんですよねその優れた仕組みを使うことによって本来自分では成し得なかった能力がそこで開発されるっていうことですだから自分の能力を高めるよりもテクノロジーはちゃ,ちゃんと使えるようになった方がいいと思いますだからねパソコン苦手なんだよとかね LINE はたあの若い人がやることでしょって言ってる限りはこの所得っていうのは変わらないんじゃないかなと思いますね、うん、まあ今日はそのぐらいにしときましょうかまだまだねお話ししたいことあるんですけども うん、ちょっとコーヒー飲みたくなっちゃったんで以上ですいってらっしゃい。